朝日さんの教育はちっちゃい頃からちょっとエッチな言葉とかうんことかは教えない？いや、教えないってことないけど、なんていうかな、子供に聞かれた？わしってウブやから、割となんかトロいというか、なんか人からけなされても割と鈍感というか、気ぃつけへんねん。めっちゃ悪いこと言われてるみたいな感じに受けへんねん。何それみたいなから始まるから、知らんから、世間一般はこういうのが普通やでみたいな、みんな結構えぐいこういじれやしてんねんでみたいな。まあ影でなんとかだとから、そういうか。こと、へえから始まる。さっきの何やったんやろうって一日考えるとかね、それについて 暇か、鈍感なんですよ。世間連れしてないっていうか。最初に自分の子供が喋った言葉は何だったか覚えてますか？なんか泣いただけやな。その後になんか「アリストテレス！」とか言って、なんか最初になんか喋った言葉とか覚えてない？まあ、ママの「まやっぱりご飯でしょ。あ」「ああごまんま」の「あそれおお言った！」ってなるのかな、そう言った時。あ、なんか喋ったっつって。なんか分かれへんねん、でも最初何言うたんか。本人もその言うつもりで言うてへんやんか。ああ、自然に出てくるような言葉ってそういうの。へほんでよう聞いてる言葉のうちで、え。はい。なんか例えばご飯とか飯とか言いたいにあるけど言われへんねんな、言葉を選んだりできへんねん。全部まあ。本人は ね、そうですよ訴ね。えかけ、腹減ったから今日唐揚げ食いたいねんって言いたいんだけど、出てこへんみたいな。カーも出てけへんやろな、多分。まあ まあしか言えないな、子供。ほんで泣き出すね、お前。ああ、なんで笑えんねん、お前ら、カスが。言いたいんだけど、出ない。俺の気持ち分かってくれよ、が言えん。どこか。それが言えないのか。一回ね、こうテーブルきれいにしてから、ケースとかつけ始めた方が。意外と早い、最終的に。面倒。うちさか、なんていうのかな、洗濯機、はい。枕の中にあってるビーズ玉みたいなのあるじゃないですか。ああ、何でしたっけ？玉みたいなの入れるやつですか？中ボにールみたいなの入れるやつそうそうそう。ああ、海外の人入れるやつですね。別に海外でなくて日本のでもあるでしょ。あれって汚れ落ちるんですか、玉。なんかでさ、ゴルフボールそみたいれな。も一緒に入れたもんやから、もう洗濯機なんかそれだらけやん。何個入ってるの？あれものすごい数やで。あれ2、3個じゃないの？ちゃうよ。こんなちっちゃいのが、粒々がまいたら、うわーっていっぱい入ってんの。それで60個ぐらい？枕になってんの。ああ、洗剤の話？いや、枕も一緒に掘り込みやったんですよ、洗濯機に。枕、いや、洗濯機がめちゃくちゃになります。両方もぐちゃぐちゃになります。じゃあわしはそれ以来怖いから手洗いしてます。どうせいっぱいつくだけやから。だってそもそも溢れたんですよ、何が溢れた水が。でかいも入れるから。なるほどね。溢れるってなかなかない。なかなかないでしょ。だって洗濯機溢れるはちょっと引きますね。娘はちょっと差し込んだだけの、嫁さん突っ込んだもんやから、蓋閉まってへんやんのに、それに水入れるんですよ。そら溢れるやろって。もうそもそももう水入る余地ないやいう話。なかなかでしょ。で、浴室もびっちょびちょ。それ下に、マンションで下に部屋があったりしたら大変だったんじゃないですか。そうでしょうね。まあ一戸建てやからいいけど。ただ廊下は当然。うわ、朝日さんもう傷ついてんじゃん。
え、ちゃうでしょ。もう最初からちゃいます。最初から傷ついてないよ、基本は。いや、たまにはある。中古ですよ。どこまで買った？違う。あ、これ中古？中古だよ。あ、な何屋さんで買ったんですか？何屋さんって、あれな、何ソフマップ屋さん。あ、ソフマップ屋さんとか、東京店か。うん、ソフマップ屋さん、何支店？4号店ぐらいちゃう。ああ、あれ番号で言うんだっけ。秋葉。ああ、秋葉のね、真ん中のあるやつね。真ん中？秋葉の大通りの真ん中あたりにあるやつね。私、詳しくない。なるほど。あそこでよくゲームやったわ、ほんと。そうでしょうね。子供やったら誰も文句言えへんね。うん、で、子供が少ないんですよ、しかも。うん、俺がいた時はおっさんと変なやつしかいなかったんだよ。これ、実は子供ちゃうんちゃうかって見られていませんでした？いや、これは子供だと見られてたと思います。ほんと？うん、小3とか小4ぐらいの時なんで。こいつ、子供の腕ちゃうでって。いや、それは普通に子供らしかったでしょ。子供らしかった。そんな時あったんや。あ、一応あったんじゃん。一応秋葉小学校1年生。秋葉原の裏通りには教会があるんですよ。でしょうね。そこがね、すごいね、みんなたむろしてタバコ吸ったりあって結構。でしょうね。そうそう。今なんかいっぱい商業ビルみたいなね、2、3個できたから、そこの中2階、中2階みたいなところでも休憩できますしね。え、何でも休憩するとかあんの？バーとかなかったり、その、なんかこうテラスみたいになってるところとか、勝手に座っていいんで、なんか。なるほどね。んで、知らん間に血を抜かれてると。いや、知らん間に、なんか知らんけど、1300円のご飯とかなんか買ってたりして、結構金使わされてる。まあ、使わなきゃいいんだけど。あ、新品未使用未開封のものを買ったわけではないと。違うよ。あはんな高いじゃん。あはん。一応、私としては珍しく2頃です。うん。1、2杯じゃない。まあ今もうね、時代がもう500ギガ。知らんやん、時代はどうでもええねん。2頃はもう最低要件。私の時代に合わせんの。いつまでも自分の時代。32でもええの。朝日さんはもう朝日さんのやつで生きてください。いや、朝日さんは32はちょっときついと思いますよ。なんで？写真がね、品質が良くなって。どれになって結構撮るじゃない、朝日さん。撮らない。なんか、食べ物。チャーハンとかなんかそういうのとか。ああ、その場所を覚えるためにぐらいちゃう。ああ。それでも息つけへん。素晴らしいわ。どうしようもないな。ここの筋ずーっとずーっと行ったとこ、ずーっとずーっと行ったら永遠になるから、そこまであれやけど、なんか3文字ぐらいのとこ、ん？なんちゅう店でしたっけ？何屋さん？いや、食べ物屋さんで。並木さん？元気、源氏。あ、源氏？源氏？あ、源氏や。はい。源氏ね、あそこはもう人気ですよね。うん。あそこはここの通り沿いやから行ける。ただ結構な距離やった。すぐです。すぐじゃないでしょ。5分ぐらいじゃないですか。4 5分じゃいかんでしょ。いや、絶対行くでしょ。絶対行きますね。行きませんよ、わし。絶対行きます。なら引っ張って行ってあげましょうか。いや、なら5分で行けます。5分でご飯、5分で行っついて、5分待って食べて、15分で食べて。あ、朝日さん、小炉の卵焼き食べたっけ？はい。小炉の小炉の卵焼き。何小炉って食べますか？小炉んぽ。小炉。小炉ってどう書くんだっけ字？松のつゆで小炉。なるほど。小炉んぽぐらいしか思いつけない。親父ギャグみたいになってる。感動しますよ。小炉って何やろ。小炉の卵焼きを通販でも買おうかなと思ってるぐらいね。通販やってんの？うん、通販でも買えます。1000円ぐらい。興味これぐらい。通販でやってんのよね。もう女だろうが子供だろうがもう
通販で。はい。何それ。おじさんだろうがもう今話し相手とかもね、話し相手が欲しいんでって通販できるんで。そういう言葉だけ送ってくるの。それか黙って隣にいるだけの人とかも呼べる。呼べる。それは必要でしょ。うん、一応それ2個で4万8000なんで、うちで。なびっくりした。どっかで見たありやな思ったら、鬼丸のやつか。そのお店のやつかと思うじゃないですか。鬼丸を食べたいんですか。いや、違います。なんか割とこじんまりした大きさですね。いや、もっと大きく切りましょう。いやいや、違います。そうじゃなくて。ネモさん、いつも豪快やから。スティック、このか羊羹状態で、もう卵を。ガブッちょ、もったいなすぎるけど。もぐもぐ、ごっくん。ごっくんするなよ。ごっくんするなよって。あれ、卵1個ちゃいますね。そうね、ちっちゃくそうやって切って、ちょっと。卵1個ちゃうで、あれ。10個で以上ありますよね、多分ね。いや、10個もないやろけど。10個もないか ?10 個以上入ってる気するけどなんで。卵10個でやる卵焼きってどんな、ね、それで1000円じゃ淡くないみたいな。それ一体何でこれかさ増ししてるんですかね、卵焼きこれ。卵だけ。へぇ、うん。だから、卵って本当にそんなに言うほど高くはなったけど、言うほど高くないんだよ。うん、だってね。まあ、あの仕入れたら1個20円平均かな、今やったら。ああ、うん、ほんなら10個使ったとしても200円でしょ。8個やったらそんなにいかないじゃないですか、うんうん、だからそれを考えると、あとだしとか砂糖とか入れても合うよね、全然。ああ、1000円で入れば鶏ウムルとか虐殺がない限りね。どうですか、美味しいですか。これは、はい、築地に直送品で。え、築地が直送された卵。いや、僕が買って。ああ、直送ユタニソウか、うん、すごいな。一緒に乗った車の後ろにちゃんと冷蔵品と一緒に。冷蔵品、ひょっとして後ろにあの瞬間冷却装置とかあります？ない。それはない、さすがに。氷と一緒に掘り込む。ああ、なるほどね。こんなやつですか？そうじゃない。そう、うん、おら、こうやって開けるやつ。完璧だ。違う、ではない。これ、Amazon で用意できます。ご参考ください。3500円ぐらい使うのかな ?4000 円しないぐらい。何が、まあ、これは Apple Mac 神戸店の通販サイトで購入することができます。ガラスコーティング剤です。他は付属品とかそういうのはもう、あの僕の場合は全部あの捨てますね。まあ、使いたい方は使って、このようにホコリが入る。で、中にホコリが入ってしまったりして、それが取り除けないときはセロハンテープでペタッ、ちょっとこう起こし上げて、セロハンテープでペタッて取って、で戻して、ペタペタセロハンテープで取ったり、こういうテープでまずこうペタペタ取ってから、空気があんま滞留してない窓とかを閉めてから、風がビュービュー吹いてないところで作業してください。終わり。